ニゴライサー・アンスンはデンマーク出身、カナダの男性フィギュアスケート選手選手。パートナーはロランス、フルニエ・ボードリー、バネッサ・クローンなど。アナトムスンと組んで2003から2004シーズンから国際大会に出場。2007から2008シーズンにはチェコ出身のバルボラ・ヘロルドバート組んで試合に出場した。2009年には カナダ出身のケイトリングッドと組み世界選手権などに出場したが2シーズンで解散した。2012年5月にカナダ人のバネッサクローンと組んだがわずか1ヶ月で解散。同年8月に同じくカナダ人のロランス、フルニエ・ボードリーとカップルを結成。国際大会デビュー前のパベルロマンメモリアルで優勝し、自身初のシニアの国際大会でのメダルを獲得。 続く、アイスチャレンジでは2位、ネスレハイで3位と連続で表彰台に立った。2014から2015シーズン、欧州選手権では前年の18位から大きく順位を上げ9位。世界選手権でも11位と検討した。2015から2016シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートカナダで7位に入った。欧州選手権では2年連続で9位。 2016から2017シーズン、欧州選手権では自己最高の7位。世界選手権では13位で、デンマークのピョンチャンオリンピック出場枠を獲得した。2017から2018シーズン、フルニエ・ボードリーのデンマーク国籍取得が拒否された。デンマーク帰化には7年間の居住が必要だが、2人は練習拠点をカナダに置くためである。 欧州選手権で9位になり、シーズンを終えた。3月1日には、オリンピック出場を目指して、カナダ遺跡を発表。デンマークスケート連盟も遺跡を後押しし、連盟のホームページでその旨の声明を発表した。2018から2019シーズン、初出場のカナダ選手権で、銅メダルを獲得。4大陸選手権では5位に入った。ありがとうございます。